ホンダ S660 スタートします。さすがエンジンのホンダですね。レッドゾーンは7600、700ぐらいなんですけど、それを飛び越えて8000近くまで回っちゃいます。でもまあこれターボなので頭打ちになる6000ぐらいで、6500ぐらいかな、でシフトアップした方が早いかもしれないですね。いや旋回速度が速いので、ギア落とすの忘れちゃいますね。バックストレッチ今132で、リミッターかかり始めました。あ、2の必要なかった。6500、もうシフトが小気味よく決まって気持ちいいし、うわ早い早い、旋回が早い。まあこれこそミドシップの良さですね。最大 G まで触れてる。最終コーナーまでに106キロ。あの本当ミドシップの良さですね。こう旋回速度が高いまま曲がれるので、シフトダウンしなくてもいいですね。ストレート128。いやすごいな、これちょっとなんか普通の、車の感覚とはやっぱちょっと違いますね。ミドシップの良さと、まあ、K の良さ、バックストレッチ134で、リミッター効いちゃいます。お、ちょっとリア流れたぞ。あ、でも全然そこから先に行こうとしないですね。ここさっき4だったんで3かな。あ、やっぱり4の方が早いかな。いや警戒警戒。なんかちょっとロータスっぽいかな。あ、もう 2じゃ回りすぎちゃう。3で行くとストレート何キロになるでしょうか。あ、変わんないか。1キロだけ129キロになりました。あんま変わんない。さすがサーキットターボ。まだターボですね。あの高いギアに入れて負荷かけた方が、そのコーナーにギアを合わせるよりも一つ高いぐらいのギアの方が、ターボトルクでこうグイグイ押していきますね。あ、そうかよ、 G センサーがついてんだよな。コンマ 9G。すごいね、全然巻き込まないもんな。これは楽しいね。